源氏物語巻名家は、源氏物語の巻名を読み込んだ和歌、あるいはそのような和歌を集めた歌集を言う。源氏物語巻名和歌、あるいは単に巻名家や巻名和歌などとも呼ばれる。もともと、源氏物語の巻名はその巻の中で読まれている、歌の中の印象的な言葉から取られたものが数多く、あり、そのような、源氏物語の本文の中にある巻名の元となった。 言葉を含む歌のことを薪名歌と言い,い、またそのような歌を源氏物語全長の渡って並べた歌集も薪名歌と呼ばれる。ただし、源氏物語の薪名の中には本文の中にある歌に由来しないものもあり、そのような薪については、のいずれかの方法が用いられる。このような薪名歌を真似て本文の中に薪名の元となった言葉を含む歌があるかどうかに、 かかわらず、源氏物語全長にわたって、薪名を読み込んだ歌を新たに作って並べた歌集も、薪名歌と呼ばれることがあり、特に通常の薪名歌と区別するときには、源氏物語薪名歌と呼ばれる。このような薪名歌は、歌の手本とされたり、書の手本とされたり、源氏物語を題材とした絵の中に書き込まれるなど、様々な形で使われている。 牧名は含まれていないものの、現時物語の牧の情景を読み込んだ歌として、確認できる最も早い事例は、藤原行家仙、人歌集収録の、代理にて、現時の牧を題にて、歌読みハベルケルに、起立粒との言葉書きを持つ歌である。現在確認できる範囲で牧名を含んでいる、歌としては、長州映像の、宿力現時名湖浦見てもなほたのむかな身を尽くし、 深き絵にある印と思わばが最も早い時期のものであり、その後様々な薪名歌が作られていった。以下にその主なものや特徴的なものを挙げる。江戸時代には以下のように様々な薪名和歌が繰り返し読まれている。造刀家双方に薪名が含まれている時はその両方を記した。薪名が和歌に由来しない薪については薪名の由来について記した。 ありがとうございます。